皆さんこんばんは。ゴールド TV の時間がやってきました。今週もコモディティインテリジェンスの近藤正代さんに解説をしていただきます。近藤よろさん、しくおよろ願いししくお願いしまます。す。どうも。はい。はい。今回のテーマはこういうことでございます。金が金閣寺。そうですね。古い話は金閣寺。はい。そして直近の価格をやりまして、イギリスの給付型年金の運用における金。景気悪化による利回り低下への保険という、ね、こういうテーマそうですね。をお送りします。で、第2部プラチナが直近の価格の後、プラチナ価格は安すぎるか反発するかという。なんとなくそう思いますね、私はね。はい。はい、そして第3部原油です。直はい。近の価格の後、アメリカの石油油田ごとの生産量増加中という、こまあ、のこようれはちょっな。と、知識としての話でございますが、はい。わかりました。お送りいたはい。します。では、早速、第1部、金、始めてまいりましょう。金閣まあ、寺。そうですね。録音寺、金閣寺。金閣寺っていうけれども、金閣寺というお寺はないんですよね。実際は、なんて言ったっけな。足利義満が住んだ北山殿っていう、北山殿下なのかな、というので、録音寺っていうのは、足利義満の、日蓮宗なんですけども、の、法名、名前だそうでございます。というところで、一応この舎利殿っていうのを金閣寺、ここに写真にありますけれども、綺麗な建物を、3層の建物ですが、1回目は特に金はなくて、阿弥陀堂で2回目が、聴音堂っていうんですね。あ、松陰造ってこれちょっと字が違いますね。観音堂。3層目が仏教町って言うんですか。とても読めないですけども、仏教町という唐風の仏間という構造になっていますと。まあ、2カラ層フー目、ですね、カラフー。カラ風ですか。はは。2層目、3層目が金で、まあ、貼ってあって、金閣寺という俗称で言われているということでございじゃあ、ます。本当は、録音時シャリでなんそうでだすね。ね。金閣寺と一般名称ではもう言っていますと。まあ、ということ金でご閣ざい寺まです。す。そうで す金ね。閣寺です。はい。昔炎上しちゃったんだよね。だからこれは立て直したんですね。三島由紀夫の小説によりますね。さて、日本の金価格でございます。9500円前後で横ばいになってまして、まあ、上がったり下がったりで、特に下がるわけではなく、横ばいになっています。ということでございます。ニューヨーク金は1950ドル、まあ、2000ドルの間で、その間で動いております。15日は1964ドルでしたということでございまして、これもまあ横ばいですね。特に大きな動きはありません。まあ、12月の、FOMC では利上げはないだろうという予想は大半でございますので、とりあえずは利上げはもうほぼ打ち止めだろうと。ただ、各地の、FRB の地方の総裁はまだあるよと言ってる人もいますので、全くなくなったわけではないですけども、そろそろ打ち止めで利下げの方向になるといえば、金は高くなる方向に行くかもしれません。円は円安が止まりません。151円で横ばいで、まあ、それ以上にはなってませんけれども、横ばいですね。150円台ですね。だから、海外旅行は大変ですね、今はね。逆にインバウンドはとても嬉しいでしょうね。1.5倍で、前よりはまあ、何パーセントか安くなってます。日本の商品が安くなってます。ドルインデックスは107.35まで10月3日にまで上がってきて、それからずっと104ですから、今103.84ですか。というところで、ドル安になってきてますと。まあ、将来の、利下げの方向を見込み始めましたってことですね。まあ、来年3月から5月だと思いますけども、その辺の FOMC で利下げがあるだろうと。
ということが織り込まれ始めてきてますということです、うん、はい。ユーロはしたがってユーロの方は高くなっていると、うん、まあイスラエルの問題がありますけれども、ユーロとしては、うん、ドルが安くなったという意味でユーロは高くなって、昔は 1.0 に近づくというようなことがあったんですけど、何回もこれトライして、はい、1、2、3、4回ですか、ここだけで4回トライして結局はまた 1.09、1.10 に近くなってますね、はい、というのが現在のところでございます。はい、じゃあ次の話題です。はい、これの、イギリスの給付型年金の運用における金。はい、私も年金の運用ってのはよく難しくて、うん、なかなか私もこの文章自体で難しいところがあって、私自体も理解できてないところがありますけれども、うん、一応内容的には私もファンドってのを運用したことがありまして、うん、まあ、ファンドの自分の手数料ですね、年間手数料なんかを稼いで、かつ、利払い、配当するってのはとても難しいことなんですよね。相場、何でもいいんですけど、相場に勝たないといけませんから、商品相場でもいいんですけども、私のやったのは商品相場なんですけども、常に利益を出して、配当できるほど利益を出さないといけないと。そういった中で、年金ってのはですね、毎月毎月大量の資金が出てっちゃうわけですよね。年金を支払いますから。したがって、もちろん、若い人たちから年金は入ってくるんですけれども、その、出る方と入る方のバランスを保ちながら、もちろん、なんていうか、若い人が多ければですね、年金を貯まってくるんで問題ないんですけれども、うん、英国とか日本とか、少子高齢化のところでは、出てく方が多くなっちゃってるわけですね。そうすると、稼がないといけないと。で、稼いでも売っちゃうことがあるということで、大変な事業だと私は個人的には思います。で、過去形ではですね、ここのところの右のグラフの下の方ですけれども、要するに新型コロナがあった時に、大きく株価等が下がっちゃって、運用した相手が、みんな利益が出なくて、赤字になった。損失が出ちゃって、それで、利払いっていうか、年金は払っていかなくちゃいけないんで、要するに、残高が減っちゃったってところが何回の間に1年、2年ありましたと。最近はようやく増えてきておって、まあ、一安心ってことなんですけども、とにかく、年金が積み立てが入ってくるんだけど、それをうまく運用して、配当していかなくちゃいけないと。そういう人たちなんですね。この大変ですね、私。で、やってることは大体、主には債券で、金利は、なんていうか、債券を買っていく金利を持って、なんて満期まで持ってれば、金利がつきますから、それはまあ利益になりますから、安全な。ところが、債券価格が下がったりしますと、まあ、途中で売らざるを得なくなっちゃうこともあると。あとは株ですね。株は、常に上がっていくとは限らずに下がることがありますので、うん、そういったものを織り交ぜながら利益を出していくというファンドですね、運用をしているわけですね。それで、まあ、ここにいろいろ難しいことが書いてありますけども、まあ、ここのところは着実に残高が増えていてよかったねということでございます。はい。まあ、ここに、積み立て状況を維持することは、資産が目減りしないようにすることが、彼らの一番の、常に年金を支払いが出てちゃいますから、出てくのを、入金以上に、運用して、有り余るようにしていかないと、資金が出てくのを補えないということになりますと、うん、まあ言った通りのことですね。もうそう簡単なことじゃないよってことですよね。そういうことですね。胃が痛くなるような話だと思いますけどね。ということで、ここに書いてあるのは、まあ、そういったことで、ここで過去のですね、うん、これからの問題としまして、アメリカの、イギリスもそうなんですけど、利上げをしてます。日本だけ利上げしてませんけど、もうその他の国ではほとんど金利を上げてまして、インフレだということで、インフレを退治するために、
利上げを世界的にしてるわけですね。ところがその利上げってのは、企業とか、まあ、個人の消費もそうなんですけども、借金をしている人たちの金利が上がってくるわけですね。あるいは住宅の購入の住宅ローンの金利が上がりますと、住宅の、需要がちょっと減ってくるというようなことがありまして、景気が悪くなる、この下の、右下のグラフはですね、紫の縦線が不況の時なんですね。その不況の時の金利が、の状況が青線なんですね。で金利がダダダッと上がっていった後に不況が来てると。ああ、いいか。なるほど。これ。だから、ここもそうなんですけど、はい、ここもそうなんですけど、まあ、金利が上がった後に不況が来てますよ。ということで、今回の金利を上げてますけれども、大丈夫ですかっていうのが、まあ、株価が下がる可能性があると。まあ、企業業績が落ち込んで、株価が下がる可能性が来年あたりあるんじゃないのということですね。そうすると、当然日本にも波及するわけですよね。そうですね。運用者は大変なことになりますね。うん、持ってた株の価格が下がっちゃいますと、評価損が出ちゃいますね。うん、それを心配、現在は心配してまして、現在の FRB の金融政策がどういう結果をもたらすかは時間が経たないとわからない、うん。まあ、全くその通りで、これから景気が良くなるのか悪くなるのか、まあ、あまり良くなる可能性はないですが、横ばいになっていればいいんですけども、景気が悪化すると困るわけですね。株価が急落したりすることが、システミックリスクって言って、それ以外に波及していって、いろんなものに波及していく、株価がとうとう下がっていく、全世界的に株暴落していくってことが困るってことで、そういった時のために金を買っとかなくちゃいけないよということがここに書いてあることでございまして、まあ過去20年間でほとんどのポートフォリオにの中で金は株、世界の株式にちょっと負けてますけれども、その他、新興国株式とか、不動産投資とか、英国の株式とか、小売回しだとか、その他のものの運用には、金は過去形では買ってますよと。パフォーマンスですね。はい、金の値上がりの方が大きかったよと。いうことが過去形では言います。ということで、金は景気の良い時は一緒になって上がってくるんですね。株が上昇すると金価格も上がってくる。ところが、景気が、株価が急激に悪くなった時なんかは、金は高くなる、逆相関しますってことなんですね。はい、大きなヘッジの力を働かせてくれる。そういうことですね。おっしゃる通りですね。はい、ということで、まあ、ここに2シグマ、株価が大きく、2シグマって 95% 確率、確率的に 95% の株価が下がるっていう意味ですね。2シグマってのはそういう意味で 1シグマってのは 68% ですけど、まあ、2シグマってのはほとんど全部ですね。が、暴落したときは、株価が暴落したときは、金価格が上がってますよ。逆相関ですよってことですね。これは逆相関になってますよってことですね。ということが書いてありまして、まあ、金を少し入れといた方がいいよということで、まだまだ話は続くんですけれども、このギルト危機っていうのは、まあ、2022年ですか、去年の10月にですね、イギリスだけの細かい、ギルトっていうのは米英国債ですね。日本国債のことを英国では英国ギルトっていう名前がついてまして、そのギルトの利回りが急低下したことが去年あったんでしょうね、私は。あまり知りませんけれども、その時も、金を入れておくった場合は、よかったよってことは、これに書いてありまして、これは、ポンド建ての、世界の株価がマイナスになった時を拾い上げまして、2002年の第三四半期、2001年ですね、第三四半期。2020年の第一、こういう時に、の大きい順に、マイナスが大きい順にこうに書いてありまして、その時にこの辺は、北京は一緒になって下がっちゃったんですけども、これは上がって、まあ、下がった時もありますけども、大体において、
下に株価が行くと上に金が行くという、ポンド建てのパフォーマンスはこうなってますよという話でございます。はい。これは仮想のポートフォリオを作りまして、これ一番下のポートフォリオの、まあ、こういうものに入れといて、違うところはここだけ株価が、株式に配分が 5% だけ金に渡したと。株をちょっと少なくして金に増やしたというものと比較した場合は、まあ、ゆったりと動くのが金を入れた方ですよということが、次の予報には書いてないですけど、言葉として書いてありますね。はい。金を入れといた方が少し利回り若干なんですよね。この、なんていうかな、この、グレーの線と緑の線ですから、ほとんど変わらないですけど、どこですか、91%、93%。金を割り当てた場合は 91% の、なんですけど、割り当てた場合は、だから、まあ若干ですけども、パフォーマンスが良かったよ、と、あるいは、まあそういうことですね。そういった、その、作ったやつで実績を調査しても金を入れといた方が若干これ、うん、利回り良くなりますよということが書いてあります、うん。日本の年金ってどうなんですか？金は入ってません。日本の年金は日本は全く金関係意味なんていうか金は商品に、なってますから。うん、商品を入れるってことはないですね。本来は原油とか商品を入れたらいいかもしれませんけれども、金融商品だけですね、すべて。もっぱら債券、国債ですね、日本国債と社債なんかは若干かもしれませんが、うん、なんで運用してるかって言ったら、ちょっと私は見たことありますけど、覚えてませんけれども、ほとんどが株は入ってると思いますね。うん、株式とか ETF とかそういったものは運用してる、中に入ってると思いますけれども、海外の株価も入ってると思いますね、うん、だいぶ多角化多様化してると思いますけれども、金は多分入ってないと思いますけれども、まあ、日本の年金のちょっとこの中身を詳しく見たわけじゃございませんので、知ってる人がいたら教えてください。そうですね、なんか私なんかてっきり入ってるんだと、ね、リスクヘッジリスクヘッジって言ってるからてっきり入ってるんだと思う。これは海外の話だからね、日本の論文で金を入れた方がいいっていう論文は見たことないですね。私はこれ全部海外の話で話をして、日本は金ってのは疎まれてまして、疎まれてるから通産省管轄ですから、金融庁関係ないですから。そういうとこもあるんですか？当然ありますね。金融庁が怖いですから、証券会社にしても金なんかやるのは怖いんですよね。銀行は絶対やらないんですよね。お目付けが違いますから、なんでお前金なんかやってんだって銀行を、日本の銀行は言われますから、日銀と。日銀はね、自分でやってますけどね、この間、今年の5月にたくさん買いましたからね。世界の銀行はやってまして、地銀もそれに習ってやってまして、過去の日本、戦前の日本は金を大きく、まあ当然その金本位制度だった時がありますから、そういった時は金が主流になって、売買は銀行が行ってたってことですけども、戦後は全く関係なくなってますね。じゃあ年金には金が入ってないってことは、私たちそれと別に自分で金を持ってヘッジをするってことですね。個人の資産でヘッジをしておいた方がいい、ヘッジというか金で、私は金で貯蓄した方がいい、株よりもいいと思ってますから、そうですね、金をいろんな格好で形で純金積み立ても含めて備えておくってことですね。今日の話はこういうことでございましたと。次はプラチナでございます。はい、じゃあこの後プラチナですね。はい、はい、じゃあ第1部はここで終了ということで、はい、引き続き第2部プラチナをお送りしますので、はい、はい、続いてプラチナの動画もご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、失礼します。はい。